皆さんこんにちは。こんばんは。チャンネル登録者数5万人突破ありがとうございます。ありがとうございます。この前の動画にたくさんの質問をいただいてありがとうございました。今日はその質問にお答えしていきたいと思います。いつも高評価やたくさんのコメント本当にありがとうございます。なかなかお答えすることができないんですけど、全部楽しく読ませていただいています。本当にいつも楽しいコメント嬉しいです。ありがとうございます。では早速答えていきたいと思います。プリンちゃんめちゃくちゃ可愛い。プリンちゃんとはどうやって出会われたのですか？明けましておめでとうございます。プリンちゃんの年齢とママさんと出会った経緯を知りたいです。プリンちゃんを選んだ理由は何ですか？プリンちゃんとの出会いを聞きたいです。馴れ初めやそこからの成長過程とかも見たいです。質問ありがとうございます。プリンちゃんと出会った経緯については一番最初の動画で少しだけ紹介してるんですけど、私のお姉ちゃんのお知り合いのお家でたくさん猫ちゃんを飼っている方がいて、その方のうちでマンチカンの子供が生まれるっていうことでもらい手を探していたので1匹我が家でもらいました。プリンちゃんを選んだ理由は3兄弟だったんですけど、そのうちの2匹が焦げ茶色のまだら模様で、プリンちゃんだけ茶トラ模様だったんですけど、私の実家で焦げ茶色の猫を飼っているので、それと違う模様の茶トラのプリンちゃんを選びました。プリンちゃんの年齢は今5歳でもうすぐ6歳になります。なんでプリンと名付けたんですか？最初女の子かと思いました。あとお風呂動画いつか見たいです。それは企業秘密かな？プリンちゃんすごくおとなしいけどお風呂は大丈夫ですか？あと初コメ失礼します。選ばれますように。ありがとうございます。プリンと名付けた理由は、そのプリンちゃんの元々の飼い主さんのお宅で生まれた時に写真をいただいたんですけど、そのプリンちゃんの写真を見て、ピンときたのでプリンって名付けました。普段プリンちゃんって呼んでるので女の子って思われがちなんですけど、プリンちゃんは男の子です。あと、お風呂動画のリクエストありがとうございます。たくさん他にもお風呂動画のリクエストはいただいたんですけど、プリンちゃんは本当にお風呂が苦手で普段なかなかお風呂に入れないんですけど、ちょっとそろそろ入れたいなっていうふうには考えているので、またプリンちゃんの様子を見ながらお風呂に入れることができたら動画にあげたいなって考えています。ありがとうございます。プリンちゃんおめでとう。いつも癒されております。プリンちゃんはあまり泣かないのですか？やーって泣いているところ見たいです。プリンちゃんの声が変なのは生まれつきですか？質問ありがとうございます。プリンちゃんは普段あんまり泣かなくて、にゃーっていう風に泣いていることは本当に滅多にないです。気づいた頃には今みたいに結構か細くにゃーって泣いてました。以前にも動画のコメントで声帯取ってるんですかっていう質問をいただいたことがあったんですけど、特にそういう手術とかはしてないんですけど、いつの間にかこういう鳴き声になってました。でもすごい可愛いです、ね。はい。5万人突破おめでとうございます。ありがとうございます。いつもプリンちゃんに癒しをもらってます。いつかプリンちゃん以外に猫ちゃんを飼う予定はありますか？はい、いつもコメントありがとうございます。プリンちゃん以外に猫ちゃんを飼う予定は今のところないんですけど、プリンちゃんは今までずっと1匹だけで飼ってきたので、
もう一匹増やすとその猫ちゃんの性格が変わっちゃうっていうのを聞いたことがあって、プリンの性格がもし変わってしまったら寂しいなっていうふうに思うので、今のところは飼う予定はあまりないです、ね、はい。質問、プリンは横綱ですか？横綱ですか？横綱です。はい、5万人達成おめでとうございます。ありがとうございます。質問です。よく見ている猫 YouTuber さんはいらっしゃいますか？はい、質問ありがとうございます。よく見ている猫 YouTuber さんはたくさんいます。私がよく見ているのは猫部屋さんのポムさんとシマちゃん、ポテトチャンネルさんのポテさんとコパンくん、あとチョリチャンネル、あとミニネットのいなりチャンネル、スコスコポコ太郎とたまじろうくん、ふーちゃんとライちゃん、あのサンシャイン池崎さんのところね、あとはトミックさんのところのルトとムベです。どうですか？はい、僕は気まぐれクックさんのトラちゃんです。はい、猫部屋さんはいつも2人で見てます。しまちゃんがね、マンチカンなので仲間です。はい、いつも楽しく動画見てます。ありがとうございます。質問1、お姉さんお仕事何してるんですか？はい、普段は OL でジムをやっています。あとは、フリーでデザインの仕事を少しやってます。質問2、プリンちゃんはどれくらいからお留守番できるようになりましたか？はい、プリンちゃんは最初その前のお宅からもらった時はもともとケージの中でお留守番をさせたくてケージに入れてたんですけど、すごく嫌がってしまって脱走がひどかったのですぐに放し飼いに変えました。その後はすぐにお留守番できるようになって、特にお留守番中にいたずらなんかもすることなくおとなしくいてくれています。はい、質問3、マンチカン等の胴長でアンヨが短い種類は腰が悪くなりがちと言われてますが、プリンちゃんはどうですか？また次の動画楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。マンチカンなどの、足が短い種類は腰とか足が悪くなりがちっていうのは知ってるんですけど、今のところ特に、何事もなく元気に健康に、暮らしていると思います。ただやっぱり高いところから急に飛び降りてしまったりとかしないように気をつけています。特に高いものとか置いてないし、プリン自体もそんなに自分から高いところに登ったりとかしないので、今のところは健康にやってます。お腹ワシャワシャのコツは何ですか？思いっきりやることです。登録者5万人おめでとうございます。ありがとうございます。質問です。編集はママ様がやってるんですか？はい、私がやっています。この前ちょっとサムネを作ってもらったぐらいで他は全部やってます。本当お顔とボディが激カワですね。5万人突破おめでとうございます。ありがとうございます。質問、プリンちゃんの名前の由来やどこで出会ったんですか？プリンちゃんと暮らして起こった変化は？質問ありがとうございます。名前の由来とどこで出会ったかについてはさっきお話しした通りで、プリンちゃんと暮らして起こった変化はストレスが減ったかなって思います。
何か疲れたりした時なんかでも家に帰ってくるとプリンちゃんがいてすごい癒されるので、本当にストレスなく優しい気持ちで暮らせているかなって思います。どうですか？はい、家に一人でいる時もプリンちゃんがいてくれるので遊び相手になってくれるので寂しくありません。あと、うん、一緒に寝てくれて冬はすごくあったかいです。プリンちゃんの足の長さ測ってほしいです。登録者数5万人おめでとうございます。ありがとうございます。いつもプリンちゃんに癒されてます。今日もゴロゴロ最高でした。リクエストになるのかですが、プリンちゃんの LINE スタンプ愛用してて第2弾期待してます。質問はズバリプリンちゃんの足の長さを測ってほしいです。いつもとことこ可愛いので気になってます。手足の長さ測って発表してください。ずっと気になってる質問です。プリンちゃんの一番大きなふわふわなお腹と床との差は何センチなんでしょうか。シャコタン四輪駆動が好きなので参考にと。プリンさんの身体測定をお願いします。体重は測るのは見たのですが、シャコとか手足の長さ、首周りやお腹周りなどどのくらい丸いのか知りたいです。はい、ありがとうございます。では測りたいと思います。プリンちゃんの LINE スタンプ愛用してくださってありがとうございます。第2弾については作りたいなって考えています。 LINE スタンプとあと LINE 絵文字も作りたいなっていうふうには考えているので、またできたら紹介させていただきたいなって思ってるので、気長にお待ちいただけたらなと思います。ありがとうございます。俺もあんなふわふわもこもこの毛玉と昼寝したい。男の子プリンちゃんは去勢はしていますか？してないならスプレー対策はどうしてますか？こんにちは、プリンちゃんかわいいですね。プリンちゃんのお尻の立派なプリンちゃんは去勢されていないのでしょうか？だとしたらすごく穏やかな性格なので驚きです。それともプリンちゃんを温存する手術方法とかあるのでしょうか。質問ありがとうございます。プリンは去勢はしています。1歳になる前に去勢しようって考え始めたらスプレーし始めてしまって、急いで病院に連れて行って去勢手術をしました。子どもの頃からプリンは穏やかな性格だったので、手術後に性格が変わったとかも特になかったかなっていうふうに思います。5万人おめでとうございます。ありがとうございます。お腹の上でリラックスしているプリンちゃん、とても可愛いです。我が家にも4歳の短足マンチカンがいるので、よければ飼い方についていくつか質問させてください。1. 爪切りはどのように行っていますか？はい、爪切りはプリンちゃんの寝起きとかおとなしい時に数本ずつ行っています。 2. エンディングで飼い主に身を任せるプリンちゃんが可愛すぎます。膝の上にお腹を見せて座ってくれる方法、手を触らせてくれるようになる方法はありますか？もともと嫌がらない子だったのでしょうか？
もともと嫌がらない子だったかなって思います。プリンちゃんが家に来て2日目ぐらいにはもうお腹を見せて座ってるっていうか寝てくれていました。手も触らせてくれていたと思います。3、プリンちゃんと仲良く過ごすために気をつけていることがあれば教えてください。質問多いかもしれませんがよろしければお願いします。ありがとうございます。嫌がることをしないようには気をつけているつもりです。プリンちゃんの機嫌が悪い時とかなんかに無理に触ったり抱っこしたりとかするとどうしても嫌がって噛みついてくることとかもあるので、そういう時は無理に続けずに話して無視するように逆にしています。で、落ち着いたらまた一緒に遊んだりとかするように距離を気をつけてるかなって思います。プリンちゃんの動画毎度毎度癒されて見てます。ありがとうございます。プリンちゃんダイエットで心がけていることは何ですか？私の家の猫も最近ちょっぴりポチャなので、わら、ぜひ教えていただきたいです。はい、ありがとうございます。プリンちゃんのダイエットについては私も素人なので、正しいかどうかはわからないんですけど、マンチカンなのであまり足腰に負担をかけると良くないかなと思っていて、運動でダイエットするっていうよりは食事で気をつけてダイエットさせたいなっていうふうに考えています。普段のご飯は何ですか？かっこプリンちゃんの。ありがとうございます。以前に体重公開の動画で紹介したんですけど、今まではサイエンスダイエットの、室内猫の体型、毛玉ケア、アダルト猫ちゃん用をあげてたんですけど、それと混ぜて、ニュートロの減量用アダルトチキンっていうのを今混ぜてあげています。いつも癒される動画ありがとうございます。質問です。ママさんとパパさんが帰宅した時ってプリンちゃんの行動に違いはありますか？うちの猫はママには飯くれ攻撃で足にまとわりついて、パパさんにはお腹見せてお帰りなさいませってめっちゃこびます。ちなみにオスです。ありがとうございます。ありますか？特にないと思います。2人とも足にスリスリ寄ってきて頭突きをしながらスリスリずっとしてます。してます。かわいい。ご飯をあげているのは私なんですけど、おやつをあげているのはパパさんです。はい続いて、いつも楽しい動画をありがとうございます。質問です。プリンちゃんのお腹の触り心地を何かに例えてください、とてもとても羨ましいので何か近いもので体感してみたいの、見たいです。ありがとうございます。でっかい耳たぶみたいな感じでぷよぷよです。体感できないです。次行こう。はい。いつもプリンちゃんの可愛い満点の動画ありがとうございます。ママさん的プリンちゃんベストショットがあったらぜひ見てみたいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。私的プリンちゃんベストショットはたくさんあるんですけど、いくつか紹介させていただきたいと思います。インスタグラムをやってるんですけど、結構インスタに載せてる写真はほぼほぼベストショットかなって思います。よかったら見てください。贅沢は言わない、ただ
生まれ変わったらプリンちゃんの乗っかっているそのソファーになりたいのです。ありがとうございます。質問です。プリンちゃんの飛び越えられる段差、ハードルの高さが知りたいです。できるだけ危なくない形でできたらなと、見てみたいなと思うのです。いつもコメントありがとうございます。うちにはそんなに高いものがないんですけど、ソファーとか、いつも使ってるキャットタワーの真ん中の段ぐらいです。膝ぐらい、うん、膝ぐらいです。はい、はい。プリンちゃんって人見知りですか？家にいる猫が家族以外の人がいると怯えてしまうので、どうなのか教えてください。質問ありがとうございます。プリンちゃんは結構人見知りだと思います。今まで私の姉が来たと家に来た時の動画ではすごい懐いてる様子をお見せしたんですけど、初対面の人には結構怯えてしまって、端っこに隠れてしまうことが多いです。特に男性や子供が苦手で、お家に来ると隠れてしまって出てこないっていうことが多々ありました。プリンちゃん、ママさん、いつも楽しく見てます。いつもほんわかな気持ちになってます。ありがとうございます。質問です。彼女ができて彼女宅で猫さんがいます。まだまだ慣れて触らせてもらえないです。プリンちゃんとママさんパパさんみたいな感じになりたいです。どうすればいいですか？やっと手の匂いをクンクンしてくれるようになりました。質問ありがとうございます。私なりに考えてみたんですけど、無理に近づきすぎないことがいいかなって思います。うちのプリンもさっき言ったように人見知りなんですけど、結構自分から触ろうとか抱っこしようとか無理に近づいてくる人には余計に警戒してしまって、もう終始端っこから出てこないっていうことが多いんですけど、逆になんかもう放置してるみたいな友達とかにはあまり警戒しなくって、いつの間にか横に座ってたりとか自分から寄っていくっていうことがあったので、ちょっと時間がもしかしたらかかるかもしれないんですけど、あまりガツガツしない、ほっとくっていうのもいいかなって思いました。どうですか？はい、おやつをあげると物で釣る作戦がいいと思います。やめた方がいいと思います。はい。プリンちゃんのコスプレで一番好きなコスプレは何ですか？ありがとうございます。私がプリンちゃんのコスプレが結構好きで、かぶり物のガチャガチャが流行った時とかに結構集めてしまったんですけど、一番好きなのはイーブイの被り物と、あとバレンタインのハート型の被り物が個人的には好きです。どうですか？ポムポムプリンの被り物が一番好きです。あれです、プロフィール画像のやつです。なくしてたんですけど出てきました。はい、また被らせたいなって思います。はい、というわけで質問は以上になります。本当にたくさんの質問ありがとうございました。ありがとうございました。これまでも動画のコメントにたくさん、楽しいコメントいただいて、プリンちゃんをいろんな風に例えていただいたり、シャコタンとかお稲荷さんとか東京バナナとかいろいろ言ってもらえて本当に嬉しいなっていう風に思っています。それだけたくさんの方に動画を見ていただけてるんだなっていうのは本当にびっくりしていて、これからも
応援していただけたら嬉しいです、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまたね。バイバイ。